いつから不仲になったのか、理由原因は一体何なのか、そして謎に包まれる解散騒動の中で孤立している木村拓哉。だがちゃんと整理してみると実は一番まともだった。S マ P 解散の真相に迫る。S マ P 解散騒動が始まってから半年以上経ちました。キムタクこと木村拓哉は独立を阻止し、グループを裏切ったと報じられていますが、実はキムタクだけがまともだったことが判明した模様。何もかもが隠されている騒動の中で唯一真摯に対応している姿を見せています。不仲になったらしいですが、それでもプロ意識を持って活動をしており、批判するのは間違っています。解散騒動があってからはメディアの予想やコメンテーターの言い合い、ネット追われが続く社会現象になりました。ファンの元にもジャニーズファミリークラブからハガキが届いたそうです。年会費の返還などが書かれており、それを見て現実味が帯びたようですね。メンバーそれぞれのファンクラブができるようで、バラバラになることを明示しているかのような内容に憤りを覚えるファンもいるでしょう。そして未だに解散騒動の真相は明らかにされていません。S マ P と親交のある明石家さんまは、みんなが思っている通り、と何やら意味深なコメントをしましたが、もしそれが本当なら、マネージャーとの関係やメンバーの対立も本当ということになってしまいます。4対1の対立構造で木村拓哉だけが孤立している状況だとメディアが騒ぎ立て、悪者はキムタクだとなっているのも本当なのでしょうか。何が真実で何が嘘なのかわかりませんが、現状キムタクが主犯でメリー、ジュリー親子と共犯になっているとのことです。しかし、明らかな想像で書かれたものは除いて、本当らしいものだけを抽出し、この S マ P 解散騒動を見てみると、木村だけが非難されるのはおかしいことがわかりました。それだけでなく、木村が一番常識人でまともなのでは、という考えさえも生まれてくるほどです。木村をベースに騒動の真相とグループの行方を詳しく調べてみました。独立をやめてジャニーズに残ることを決意。最も木村が叩かれているのはこの部分でしょう。S マ P はジャニーズ事務所に所属していますが、実際は飯島元マネージャーの支えによるところが大きく、S マ P にとっては第二の親とも言える存在。そのマネージャーが独立しようとするときに S マ P も一緒に独立しようとしたそうです。移籍と言った方が正しいかもしれません。飯島はジャニーズ事務所で絶対的な権力を握っているメリー、ジュリー親子と権力争いのようなものを繰り広げていたようですが、それは飯島の元に S マ P がいたからこそ、結局親子とは分かり合えずに独立しようとしたのでしょう。しかし、S マ P 全員が独立するかに見えたその時、一人だけ寝返りました。それが木村です。しかも報道されてしまい、独立を水面下で行うことはもはや不可能となりました。一見キムタクが裏切ったせいで解散が決定したと思われがちですが、そうではなかったことが判明しています。それは独立したとしても、それと同時に解散していたと予想されるからです。事務所を退社すれば、番組なども全て降板ですし、
ドラマにも出ることはできなくなります。ライブをする手もあるかもしれませんが、退社すれば、S マ P という名前はもう使えないはずなので、事実上の解散となったでしょう。その上、後から草薙や香取が話していたとされていることからも裏付けられます。もう15年前には崩壊していた、発言には驚きを隠せませんが、これが事実なら、独立を理由にグループでの活動は終わっていたことは確実です。一度全員で謝罪した際も、木村が、空中分解、思想だったといったことからもわかります。木村はファンのためを思い、グループが解散しないようにした人間だったので、S マ P を壊した首謀者とするのはおかしいですね。キムタクの結婚が原因で不仲になったのか、なぜ不仲になったのかが気になるところですが、15年前を振り返ってみると木村と工藤静香の結婚に重なるそうです。アイドルといえば、結婚するなどもってのほかという存在、それを振り切り、半ば強引に結婚をしてしまったそう。ここでは飯島元マネージャーも木村を説得したと伝えられています。言うことを聞かなかったことで草薙と香取からの信頼を失ったそうです。その当てつけとして、他のメンバーは結婚に踏み切らなかったとも言えるでしょう。しかし、その結婚が、アイドルも結婚してよい、とするきっかけになったのは間違いないです。木村は価値観を超えた存在であり、結婚してからも人気が衰えることはありませんでした。人気を保っていたならば恨まれる道理もないはずです。もし不仲の原因が結婚ならば、どちらかといえば草薙、香取が子供すぎたと言わざるを得ません。真相は定かではないので、個人的には結婚が不仲の原因ではないと考えています。また、木村はファンのことを気遣ってか、ほとんど妻とのツーショットを見せることはありませんでした。このプロ意識に関しては褒めてもいいのではないでしょうか。ハワイから帰国し、一人だけ報道陣にしっかり答える。空港という姿を隠せない場所でコメントを避けるということはほぼ不可能だったかもしれませんが、きちんとインタビューに応じたことには立派と言えるでしょう。他のメンバーがありきたりなコメントをラジオでしていたのに比べて、木村はラジオでも自分の言葉に近いことを話していましたし、空港でも自分の声で話しました。男らしい対応をしていました。その一方で、日本中が騒動で持ちきりなのに、なぜ自分だけハワイに行っているんだ、と非難する人がいます。それを責めるのは酷でしょう。逆に木村がハワイに行った隙に解散をしようとした他のメンバーの方がおかしいのではないでしょうか。メンバー全員で話すべきところを一人だけ省いて話し合いをするのはどう考えてもフェアではありません。木村が悪いところはないです。また S マ P×S マ P で木村の肌が黒く焼けていることにも批判があったようですが、サーフィン好きの人が真夏にハワイに行って焼かないことの方がおかしいです。当たり前のことを悪く言うこともおかしいですし、マスコミも取り上げるポイントが妙です。それよりメリー副社長にインタビューしに行けばいいのではないでしょうか。悪者は誰だ？不仲の原因を突き止められない以上、何も話しようがありませんが、
報道陣への対応が最も素晴らしいのは木村です。事務所から命令されていると言われればそれまでですが、ファンのことを思って行動しているはずです。香取と中居が震災支援に向かった時も、木村はメンバーとは言ってないですが、同じように言ったのは確かです。言っていない稲垣と草薙の評価が上がらないことがあっても、木村の評価が下がることがなぜ起こるのでしょうか。確実に黒幕は他にいます。まず飯島とメリートの確執がなければ、ここまでの騒動には発展しなかったです。和解できなかった事務所にこそ責任がありますね。ネットではメリー、ジャニー、木村の三人が主に批判の対象となっています。マスコミの報道に仕方にも問題はあると言えます。キムタクがこれからどのような活動をしていくのかはわかりませんが、くじけずに頑張ってほしいです。引用元、URL 省略。S マ P かける S マ P、リザップのパロディで、スマザップ、URL 省略。香取慎吾が S マ P 解散発表後初めて公の場に登場。解散についてファンに一言は？ URL 省略。S マ P かける S マ P、2016年10月3日、16万1003、小池百合子。URL 省略。